行かせてもらうぜ。あ、オシリスのフィールドになってる。さて、一旦じゃウィッチでなんかサーチしてきて、ラーを出させてもらうんでね、悪いが俺は。ドレインシールドで耐えられるぞ。守りを強くして、ハーピーの羽ぼうき使った方がいいのかわからないぜ。1100じゃ多分突破できないと見た。と見たね。わしは一枚残しでハーピーで飛ばされても安心な仕様にしておこう。殴ってほしいね、一旦ね。これウィッチでサーチしたいね、呼んでこれるやつを。一旦殴ってほしいが、向こうが動かなかったらちょっとこっちから動いてみるか。お、やりくり上手。お前さては相当やりくりが上手だね。だが俺の方が遊戯をうまいってところを今日見せてやるからね。何、クリッターをリリースだと。何、ムカムカだと。あいつ、あいつなんだっけ、手札の分だけ火力が上がる。自分の手札の数かける400ポイントアップする。オシリスの仮の姿。あれはオシリスの天空竜の仮の姿。メタボルポットはまずい。なあ、メタボルポットはちょっとラーが落ちてしまうのあまりよろしくありません。よしよしよし、間に合うかもしれん。間に合うかもしれねえ。ここでヴィーナス持ってきたら間に合うかもしれねえ。間に合わせろ、メタポで落とされる前に。間に合わせるや、なんとしても間に合わせるしかないで。あ、でも2000に下がってくれたね。いけるいけるいける、これいける。一旦ドレインシールドで耐えられればラーが出せる。サンダーボルト強すぎるって。でもドレインシールドでいいわ。一旦ラーの火力を最大限にするためには。悪いが俺はもう容赦しないんでね、ハーピーの羽ぼうきを使わ。なるほど、面白い。クリッターの効果を出そうというわけか。おお、怖い怖い。おお、素晴らしいじゃないか。これちょっとドレイン、サンダーボルト一旦残しだな。ドレインシールドで回復してラーの火力をめちゃくちゃ上げる。俺は、俺様ラーの火力をめちゃくちゃ上げさせてもらうんでね。キラースネーク、なるほど。手札に戻るから火力が下がらねえってわけか。ただこれ次のターンまで俺は耐えさせてもらうぜ。ヴィーナスの効果を発動するぜ。500ライフを払ってタマタマを呼ばせてもらうんでね。偉大なる金玉だこれが。どうだ、俺のタマタマは3つあるんだ。俺空女ジョセフミ君よりは1個少ないんでね、俺のたまたまは。いい感じだぜ。俺のたまたまは3つあるから紹介させてもらうぜ。イカれたたまたまを紹介するぜ。ドレインシールドが2枚もあればさすがに耐えられるだろう。サンダーボルトはだから打たないぜ。よし、これできっと耐えられるぞ。さあ、お前の力を見せてみろ。俺はこの2枚のドレインシールドでここを耐え切ってみせる。よし、待っていたぜ。ドレインシールドで回復させてもらおう。おー、うまいうまい。うまいうまい。あの伏せカードが怖いし、んーちょ、待って、サンダーボルトがあるからまあ多分大丈夫ですよ。これなんか敬語になっちゃいましたけど、いけるぜ。ここは悪いが突破させてもらうぜ。まずはサンダーボルト、まさにデスゲーム。あれ多分メタボルポットですよ。皆さん、視聴者の皆さん、ほら見てくださいよ。俺マリクちょっと敬語になってますがね、あのここは3体のモンスターをリリース。あーまーてーすてーすれーす。ラー、トゥ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 、ラーの抑止入効果とライフポイント逆になるように払わせてもらうんでね。そしてバトルウィズ、行け、ゴッドブレイズキャノン。どれ、ゴッドブレイズキャノン。なに、生贄を爆爆な。待て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 、うわありえない、ありえない。
ランダスの神天気はありえない。そんなバカな、そんなことあっていいのか。ありえない。マリック読んでいましたよ。姉上様、なぜそのカード。クソ、こうなったら俺はもう一度このデッキをお前にぶつける。俺は神を生贄に捧げる。お前貝馬瀬戸だな。俺姉上様にやられたストレスお前にぶつけてやるからな。読んでいたか。俺がラーを入れていることを。まあまあ、まあまあといった感じですかね、視聴者の皆さん。いいと思うぜ、マリック。あいつは多分神を生贄に捧げてブルーアイズをきっと出す気だ。だが、このゲーム、神は3体分のリリースにはならないぜ。カイバー、神を生贄にしても1体分のリリースにしかならないぜ。シャイエンジェルでマザーイカ、あ、待った、これ威嚇する方向あるからビーナスで行ってもよかったな。脳死だったぜ。次のターンだな。まあ、クリッターでお前なんとかするんだな。もうラーの抑止流出せますよ皆さん。これ完全に脳死でしたが、これラーの抑止流出せますよ皆さん。メイン2、まあ一旦遊ぶってのも面白いですからね、これ。これ素晴らしいコモなんですよ。俺もう俺様の闇属性とかやめて天使だから、もう時代は天使。おお、怖い怖い。ぶつかってくるか。シャイエンジェルのリクルート先何入れてたかちょっと不明このデッキ。お前あんまり変なことするんじゃねえぞ。エンド、そうだよな。行くぜ、ドロー。威嚇する方向があるから俺様ヴィーナス出しちゃうもんね。ただ癖が怖すぎる。あまりにも癖が怖すぎる。まさにデスゲーム。あいつ破壊するなら、俺が1500のライフを払った後ですかね。これちょっと怖いですよ。姉上様にやられた後だから、生贄の宅爆弾とかもう一回食らったら俺様もう遊戯王に復帰できないんでね。これもう手札のも召喚しちゃうんで、ね、悪いが俺様手札のも召喚しちゃうんでね。でリビングデッドも伏せさせてもらおう。そして威嚇する方向があるから奴は攻撃できない。そして俺はラーの抑止流を召喚できるというわけだ。素晴らしいコンボだろ。お、なんか発動しようとするな。なんだ、びっくりさせてくれるじゃないか。ワンドローぐらいいいですよ。別にいいです。ワンドローぐらいいいですよ。相手は攻撃宣言できない。威嚇する方向いつ発動するか。守備表示、守備表示ということはまだラーの抑止流出さない方がいいかもしれませんよ皆さん。これ一体どうすればいいんだ。まだだ、まだの可能性あるって。いやでもラーの抑止流出したいですよね皆さん。俺は出したい。あーれラートゥ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 ルトゥルトゥ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 、当然効果も発動しますよ。俺はライフは100になるように払って出しますよ。ええ、そうですよね皆さん。これしかもキラートマトのやつ攻撃表示で出てくるんでね、これ罠とかやめてくださいよ。ミラーホースはない。いや、この次か。発動するとしたらこのタイミングか。ゴッドブレイズキャノン、ゴッドブレイズクリクリクリボーが勝手になんてことをしてくれたんだ、クリボーとかいうやつ。まあいい、モンスターを殴るのは気持ちいいぜ。こいつら全員破壊してやろう。そしてドレインシールドがあるから1000以上回復したらラーの効果で1000ライフ払ってモンスターを破壊することができるんだよ。お前は負けるんだよこの俺様に。ドレインシールド威嚇する方向もあるから、なんかもうヤバそうだったら威嚇するからな。
なんかあいつカード引きまくりじゃないかな、なんか知らないけど。まあいいだろう、そんなにドローしたところで未来は変わらん。何、ゴブリンの槍、そうとアデウエ様が使ってたカードと同じカード、あれはちょっとまずいかもしれないな。だが俺様の場にはラーの抑止っていうか、これはもう負ける未来が見えないんでね。ドレインシールドででかい火力を吸って、あいつ相当やり、姉上様以上のやりくり上手は俺は見たことがねえ。あいつ相当やりくりが上手だ。俺はちょっとまずいことになりましたね、皆さん。これ、ああ、うわ、ありえない、ありえない、ありえない、姉上様。だが、まだ威嚇する方向とかあるあるんで、ただ耐えられますよ、皆さん。これ、耐えられますけど、耐えられます。ちょっと、リビングデッドで、リビングデッドでいいかなと言われたところです。一度リビングデッドでいいのかなと言われたところです。どうしようかな。シャイエンジェルにしよう。危ない危ない。おお、怖い怖い。これでお前は俺様に攻撃ができない。危なかったぜ。クリッター、お前は必ずぶん殴ってやる。お前の友達に俺の攻撃は止めら、ラーの抑止流。悪いが、ラーの抑止流、今出てきてほしいわけじゃないんで。これ、でもラーの抑止、これちょっとまずいことになった。俺のライフが100ポイントしかないが。俺のライフ、ちょっと、誰か俺のライフ持ってきてくれないと、ちょっとこれ困るんだよ。俺のライフなくなっちゃいそうなんだけど、これ。まあ、メタモルポットにかけるしかないな、これ。これまずい、まずい、これ。まずい、塊の酸素。あ、それ、かなりまずいことになってるね。ちょっと待ってくれないと、カタパルトタートかなりまずい。一度ドレインシールドを使わないと、これ、俺様の、いや、サデウエ様よりやりくりが上手なようだね。カタパルトタートル、一旦ぐらいの猶予はある、あるはず、ある、絶対ある。助けてほしいんだがね、悪いが、ちょっと待ってくれ、自分を射出するなんてことはあまりよろしくないかと思うんだが、待て、カタパルトだと、自分自身をもっと大事にしろ、自殺なんてよくない、待て、カタパルトだと、カタパルト、なぜだ、なぜ勝てない、なぜ勝てないんだ、この俺は。あいつ神生贄に捧げてないですよね、皆さん。なぜ俺勝てない。天空竜の下の口って何の話してるのかな、あいつは。天空竜の下の口は多分相当テクニシャンですよ。